社会保険の保険料の決められ方なんですけれどもね、毎月のお給料、あるいは役員報酬に対する保険料の決め方なんですけれども、これは報酬に対してですね、保険料率をかけてという方式で決められているのではありません。ちょっと変わった仕組みなんですけれども、報酬をね、例えば報酬の月額が25万円以上、27万円未満の方、いろんな方、25万5000円とかね、いろいろあると思うんですけれども、報酬の月額が、その範囲にある方はすべて、標準報酬月額という表示で、数値で見て26万円ですと。その標準報酬月額26万円に保険料率をかけるというような方式で算出をいたします。ですから保険料を決まるのにですね、標準報酬月額というものが大きな決め手になってきますけれども、この標準報酬月額につきましては、健康保険の方では、東京 1級ですね、5万8000円から47級、121万円まで、に区分されています。厚生年金保険の方では、この標準報酬月額、等級はですね、1級9万8000円から、30級62万円の、区分になっております。